奥田美也子は日本の火星学者。学位は火星学修士。静岡県立大学短期大学部社会福祉学科、准教授。お茶の水女子大学に進学し、火星学部の家庭経営学科にて火星学を学んだ。1986年3月にお茶の水女子大学を卒業すると、そのまま同大学の大学院に進学した。 大学院では、火星学研究科に在籍し、1988年3月に修士課程を修了し、火星学修士の学位を取得した。1991年4月より、母校である、お茶の水女子大学にて、火星学部の助手に就任した。また、1993年4月から、教立女子大学の火星学部にて、1996年4月から、 東洋英和女学院大学にて、それぞれ講師を非常勤で務めた。また、2002年4月に、静岡県立大学短期大学部に転じ、社会福祉学科の助教授に就任した。学校教育法の改正に伴い、2007年4月より、社会福祉学科の准教授となった。その他にも、静岡市男女とも同さんが審議会の委員といった、公職を務めた。 専門は、家政学であり、家族関係学、家族生活史、家政学言論、生活経営学といった分野を研究している。特に、日本の近代における家族と生活の形成史についての研究に取り組んでおり、論文だけでなく学術書も複数表している。また、家族関係学は、家政学のみならず社会学、法学、心理学といった学問とも関わりが深いことから、 多様な視点で研究に取り組んでいる。例えば、火星学の視点から、社会福祉学的な分野の研究にも従事しており、福祉における火星学の活用や、高齢者福祉に携わる人材育成への生活史の活用を試みており、学術書も複数表している。学術団体としては、日本家政学会、日本家族社会学会、日本社会福祉学会、 日本介護福祉学会、日本比較家族史学会、日本消費者教育学会、日本家庭科教育学会などに所属している。ありがとうございます。